三代目、歌川広重とは、江戸時代から明治時代にかけての浮世絵師。初代、歌川広重の門人。生は古藤、後に安藤を称し、陽名は虎吉と言い,い、後に虎次郎。俗称、安藤徳兵衛。一リッターサイトコース。父は、深川で船大工をしていた。安政四年か安政五年頃、浮世工事にあった。 解石料理屋の桃川の用紙に入っている。源氏元年観光の絵本江戸土産大9編に、重政筆とあることから重政と称して文久頃から作画を始めたが、慶応元年、二代広重が、死の家を去った後にその後を継いだ。慶応三年、初代広重の養女を立つに向こう入りして、二代目、歌川広重を自称した。 しかし実際には三代目である。これは、歌川国佐と同じように、意識的に二代目を抹殺するためであった。この頃は主に、横浜絵などを描いていた。広重の名前では、初代、二代と同様に、三代広重も、東海道五十三次を描いたことで世に知られているが、さすがに明治という時代を反映して、怒涛のごとく押し寄せる、文明開化の産物、蒸気機関車、 蒸気船、鉄道、洋風建築、洋服、残霧頭の民衆、人力車などを積極的に描いている。中でも、明治5年に開通した新橋、横浜間を結ぶ鉄道の登場は、当時鉄輪が蒸気で走行すると言って、話題騒然、カルチャーショックを起こした。開通の前から、浮世絵師たちが想像を膨らませて描いた西木絵は、全国にニュースとなって流れた。 三代目広重は、こういった文明開化のありさまを独々し、輸入アニリンクレナイを多用して描いたので、彼の開会は赤絵と呼ばれた。当時の落ち着きのない創造しい世相を見事に映し取っていたと言えよう。三代広重の開会は、初代広重が持っていた叙情性,性とは縁がないが、からりとした明治前期の自代色をよく伝えている。また、このような開会のほか。 東京名所へや諸国の物産へなどを多く描いている。明治9年10月には中橋小賀町4番地に住んでいたが、明治11年には京橋由美町18、翌明治12年から明治13年頃には南高野町27に移っている。明治15年に描かれた大番西絵3枚、続く東京名所の内銀座通り連が、造鉄道馬車往復図には、 ハイカラなレンガ作りの西洋館、明治7年に設置されたガス島、明治15年に新橋、日本橋間に開通した東京馬車鉄道、さらに並んで走る人力車のほか、画面の右端には東洋日報、左端に朝夜新聞社の社屋も描かれており、当時の状況を知ることができる代表作かつ、傑作である。また前年の明治14年作画の、 上野公園内国館業第二博覧会美術館並び症状噴水器の図では政府主催により開催された内国博覧会会場内のレンガ作りの美術館の前にある大きな噴水の周囲に珍しげに集まる人々を見事に捉えている。明治17年頃浅草旗子町に移転した。去年53。死因は郊外岸で 亡くなる3ヶ月前に知人に宛てた手紙では、何件も、医者を訪ねたことや、二度腫瘍の切除手術を受けたことが、絵と共に綴られている。かなり痛んだと思われるが、絵や文章は軽妙で、悪口を、普段言い至る無く日に囚れと悩む真の悪口などと、強化が添えられている。また、記者よりも早い道中すごろくは、目の前を飛ぶ53字という辞世の短歌も、残されている。 母書は、初代広重と同じ東学寺。法名は、高校院期外立最古寺。ありがとうございます。